さっきね視聴者に教えてもらって気づいたんやけど、なんと今日のアイテムショップにバグかミスかわかんないんだけど、なんかヤバすぎるやつがあって、今はね、マーベル系がめっちゃ売ってったもんよね。こんな感じでくっそ名前長いやつあるやん、このグライダー。このグライダーの名前がね、消えるとか言うで、ね、謎のミスみたいなね、バグみたいなやつが発生してたっていう。他のやつで、これ削除されてましたよとか言われてないからわかんないんだけど、まあ、このね、グライダーの名前が削除されるっていうね、謎のバグかミスかわかんないけど、それが発生したらしい。けど今も見たら修正されてるからワンチャンバグな気もするんだけど、あの運営最近アイテムショップミス多いからミスの気もするんよな。まあどうなんだろう。他のやつはそんなやつないしね。バグなのかミスなのかわかんないけど、なんかねこんな感じでガチでね名前が削除されるっていうね謎のね現象があったらしい。なんか最近運営アイテムショップマジガバガバよな。